하는アロエ、うまいわ、うまい、もう完全にピザの味。はい、うん、あら、はい、出るの？ありがとう。はい、怖い、食べちゃいまーす。え、やばくない？うーぴーです。それがハルピーか、我らがハルピーじゃまって SAT ナイトマーケットです。生配信できたんですけど、面白い食べ物を見つけたので今日は食べてみたいと思います。それではレッツゴー。はい、ということで面白い食べ物というのはクレープなんですけども、ベトナムの生春巻きで作るクレープです。マイシャイ、イープンハ、イープンハ。あれですか？イープンハ。こんにちは。シャイ、こんにちは。ほら、ベトナムの生春巻き焼いて。ほら、すごくない？卵を上に。いや、めっちゃ美味しそう。はい、はい、はい、はい。これ中身何がいいかな。カニカマとハム、なんか5種類の中からが2個ぐらい選べるので、それ作ってもらいます。ハム、クレープより簡単に作れるんじゃないですかこれ。だってクレープの生地作るさ工程がないからさ、めっちゃ簡単に作れそうだよね。でもこのさ、ベトナムのさ春巻きを焼くって新しくない？作りが新しいよね。新しいの作っていいって、多分焼きすぎて固くなっちゃう。え、オケロ、ここか、あ、甘いな。オッケー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 。ああ、よ、もう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 、มองอะไรมองก็สวยฮะไม่ได้มองญี่ปุ่นไม่ได้มองอันนี้ไม่ได้มองอันนี้เลยค่ะ作り直してくれるらしい。แล้วใต้นี้อย่างเยอะเลยนะเมื่อกี้隣のめっちゃ話しかけてくれるお兄さんのお店です。お寿司屋さん、炙りお寿司屋さん。めっちゃ美味しそうなんだけど。え、てかさ、屋台でさナイトマーケットでこうやって炙り寿司珍しくない？え、すごくない？え、めっちゃ珍しくない？これやっぱ焼き方むずいんだろうね。だって焼きすぎちゃったもん、今パリパリになっちゃったもん。ベトナムの春巻きも作るのむずいんだきっと。やっぱプロの技だわここは。おいしそう。もうピザがこぼれ落ちそうなんだけど。食べたい。食べてみたいと思います。
もう見た目が最高じゃない。普通のクレープの違うところはベトナムの春巻きを使っているっていうところよ。いただきます。うん、めっちゃパリパリ、めっちゃ美味しい。アロエマーハ、これはもう完全にピザの味。クレープよりもパリパリ感がすごい美味しい。めちゃくちゃ合う。なんかさ、多分クレープよりヘルシーだよね。確かに多分ヘルシーだと思う。めっちゃ美味しい。あれね、トッピングソンアンサムロイハーシー、サムロイハーシートコマーガーアニリゴアアロイマー。うん、はい、えあら、はい、ジンロ、ありがとう。はい、すごい、すごい。ジンロ、やばくない？いきなりお兄さんがくれたんだけど、こんなことあるの？トプちゃん今は、やばくない？めっちゃ嬉しい。優しい。こんなこと初めてだったんですけど。なんとお兄さんがくれました、2巻も。なんでくれたんだっけ。そわいまーそわいまー。銀、じゃあ銀銀銀じゃあ銀、オッケー。いただきます。これ何、もう豚かな、いただきます。うん、うまーそわいまーそわいまーマイエム、ナンバーナンバーがアロイマー、ここがめっちゃ美味しい。ただで肉もくれたんだけど、こんなことってあんの、タイのナイトマーケットで。だから別にハルピーで知ってるわけじゃないんだよ。ありがたい、太っ腹お兄さんやん。めっちゃ嬉しいんだけど。ありがとうございます、お兄さん、めっちゃ美味しい。あと炙りのお寿司ってめっちゃ珍しいからいいと思います。はい、ということで今回は SAT ナイトマーケットに来たんですけど、こう珍しいベトナム春巻きピザを見つけて食べてみたんですけど、なんとまさかのねサプライズとかもあって超嬉しかったんですけど、 DJ マーハ、とっちゃいまー、こんなこともナイトマーケットっていいことあるね。ナイトマーケットってこんな楽しいことあんのって思ってびっくりしましたけど、これめちゃくちゃ美味しかった。珍しいと思うので美味しかったので、もしよかったら皆さん見つけたら食べてみてください。あと炙りのお寿司もねめちゃくちゃ珍しいと思った。なので皆さんもぜひここで見つけたら食べてみてください。ということでこの動画がちょっとでも良かったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。やるもこっちライクこっちシェアこっちサブスクライブこっかりん最上位の方。以上はハルピーでした。バイバイ。